今日はこれで、3D プリンターの会社のコースを使ってさせてもらいます。鈴木さんと、上園さん。1日半からしてこれ。いやー、1日半でできたらすごいですよ。上と下の分解して作るみたいです、いやこんだけのも1日半でなかなかできないですよ。結構早いと思いますよ。做这个的话需要一天半是吧？我听那个杨先生说一天半。Yeah, maybe around 2 days. Yeah, 2 days. Yeah. Right. 一番でかいのはこれ。一応ここ彼らの会社名になってるんだ。ユニークユニークメーカー。あんだけ作ろうと思ったらね、相当でかいよ。140、140。うん、ですよね。これ40センチあるよね。これはすごい。140、140。あれぐらいでね。あ、もしかしたらそうだね。サイズ的な問題でカットしてるかもしれないですね。まあ、でもこういう複雑なのも。動いてるのは。そうですね。こういうのがね、ちゃんと、ね、可動部まで作ってあるとね、こういう使い方はすごい便利ですね。わざわざこんなの作ったらすごい時間もお金もかかる。そうですよね。色分ければ分かりやすいですし、なぜ言ったの？今開発してるんですけれども、武器みたいなこう両サイドで、あれが出てる。あ、ラジオないですけど。あ、弾とか。はいはい。今開発中です。すごいね。それを売ってもらいました。そういうことなんだ。設計者が
面白い。はい、もう一回。これはいいよ。自分でやられました。これはなんと一発で部品組み合わせじゃなくて一発でしょ。すごい。